はい、タイチェンライの茶畑、前からね、いいっていうのを聞いてたんで、今日はそちらに向かっております。だいぶね、結構走らせてきたんですけれども、まあ、運転手さん本当にね、ご苦労さんありがとういう感じです。もうそろそろこれ曲がったら、着く予定になってるんですけどね。これね、なんか左曲がるみたいよ。左なんか、工事した？マジ？これ左曲がる？書いとけよな。左で書いてるけどな。まっすぐなんじゃそれ。大丈夫？これまっすぐ行ったらいけんのやろうか。何の案内もないし、まあ、この辺がちょっと日本と違うところですね。まあ、何がいいか悪いかわからない。まあ、このええ加減さも結構好きなんですけど、ではとにかくまっすぐ行きましょう。まっすぐ。左正面、あのカフェ。ほら、やったー。駐車場は下にあると思うで、なんかバイクの人前に下、このまま上上がりそうやけどな。おっとっとっと、よう、すごい。あ、上がられへんの。この左曲がられへんな。にもね、もしのお茶っていうのありますけどね、ちょっとね、規模が違うな。規模があそこもなんかインスタ映えそうなとこがある。あ、行かれへん、ダメですよって。イン、あ、すごい。茶畑。でもなんか無農薬っぽいね、これ。だってほら見て、なんか枯れてるし。あ、すごい赤土。ちょっといいとこやね、ここ茶畑。おお、いいとこやん。あ、いいとこ。あ、開いた。このカフェっていうのは。なんか会社の駐車場みたいな。かわいい。はい、茶畑に来ました。なんかね、道が工事しててね、ちょっと遠回りになったんですけど、でも無事着きました。レンタカーに乗って、ね、前から来たかったんですよ、ここのね、茶畑。ほんと素敵、いいところですよ。はい、見てください。はい、こうやって見たら見えるんかな。よいしょよいしょよいしょと、空も青い。はい、そしたらね、今からちょっとこれかな、お茶飲むところ、お茶飲みに行きます。あ、ここでなんか食べ物も売ってるよ、ほら。いいケーキ。うわ、なんか いっぱいなんかある。あ、飲みたいのがある。やっぱり抹茶やな、飲むんやったら。ほら、食べるもんもある。うん、で向こうで食べれるんやね、向こうで。じゃあこれみんなのお金で出してくれんの。はい、じゃあ私は何しようかな。いらないです。私は行きません。もうこっち。
あ、これ美味しそう。シンプル、これは美味しいと思う、絶対。シンプルスプリングロール。うん、これ美味しいと思う。それとこれもチキン、これも美味しいと思う。チキン、うん、美味しい。絶対美味しい。ほんで、あの辺のなんか。インフライドチキンです。これはジャーマンのインフライかな。あ、一遍食べてみる？はい。ほんでこれと。いや、それと、うん、チキンと、それと。ほんで飲みも、あ、パスタとかいらん？いらんな。このドリンクのもかな。私この抹茶グリーンティーフラッペ、グリーンティーフラッペにしよう。グリーンティーフラッペ80バーツ、240円、しばっちゃう、320円ぐらいか。本当はチョコレート食べたいから、せっかく来たからグリーンピーあれにする。グリーンティーフラッペ、グリーンティー、はい、はい、ケーキも美味しそう。ケーキ、あ、お茶のケーキがある。お茶のケーキ、あ、お茶のケーキが美味しそう。ほらね、また後でコーヒーと。さあ、そしたらさっき馬車取りにします。わあ、いいとこやん、ここ。ああ、すごい気持ちいい。どこ行く？足こけんようにしない。よいしょ、よいしょ。ここ最高。ここ最高。な。おいしい、おいしい。もうちょっと、どのようにおいしい。どのようにおいしい。こう自然の中で飲むのはまた違うから。そう、自然の中で飲むのはおいしい。取り立ての多分お茶だと思います。なかなかね、濃厚でね、おいしいです。おいしい。これ見てください、これ見てください、見てください、これ。この自然豊かな茶畑。いやー、浩二さんありがとうございました。浩二さんのおかげでチェンライにお世話になった、あの行く気になったのはもう本当浩二さんのおかげです。本当いいところ、いいところです。今からね、あのまた次のとこあるんです。次のとこにいろいろ行きますけど、ここでまずひとまずお食事しますね。また紹介します。続けてます、ね、あ、ていうかさ、これ全然入ってなかった動画。よかったやん。よくない。あなた、クオリティを求めるんで、さっきのクオリティ悪いで春巻き落とすんだ。春巻きさっき落としとったんです、動画。これね、あ、もうハイラクル、うん、おいしい、うん、このパスタ辛い、うん、早く来るな、早く来るな。これは美味しいかも。行こう、行け。これ、これ、うん、本当にこのパスタのこのお肉も美味しい。豚の皮やと思います。まあ、これもなんか素朴な味って感じやな。うん。私が素朴やからちょうどおとん。豚皮結構好きや。いや、これ食べて、でもちょっとスナック菓子みたいで美味しい。あの場所によんねん。だからこれ綺麗なところで食べさせてくれたら何もない。みんな、ちょっと大丈夫って思ったらもう頭が無理やねん。うん。昨日
この子これでかかったもんな。うん、大きかった、うん、ちょっとこっちの方が食べやすい、うん、おいしい。やっぱり値段そうなんよな、高いところは美味しいし、うん、安いとこは高いの、うん、やっぱり安かろう悪かろうなんよな、うん、安かろう悪かろうやって同じやつ、それ言われたもんな、うん、しっかりした蜂みたいなのがしっかりした息子でね、うん、おいしい。今から、今すごいいいとここうやって来させてもらってるんですけど、次はコーヒーの豆をねちょっと煮てこようと思って、まだまだね奥の方に行くんですよ、はい、今はちょっと中間地で今休憩っていう感じで、今お食事とそして休憩と茶畑、前から見たかった茶畑に来たという感じです。また続きご案内します。外やん、外